リカちゃんです。おはようございます。ウガイ店長です。店長が今日はカメラマン。そうです、エロカメラマンとして頑張ります。エロ、もうほぼ顔映っておりません。体しか映しておりません。他に別にエロありませんよ。もじゃもじゃだよ。もじゃもじゃじゃないよ。はい、はい、ということで、はい、以前ですね、私が行ったチャンス名、はい、6分の4で成功しました。そして全てビッグでしたね。はい、まあ私あの鍛え抜かれてるんで、はい、うん、岡戸店長の腕のせいじゃないかというコメントも何個かありました。ありましたね。知らんけど。じゃあ、素人のリコちゃんが、はいはい、やってみたら、やってみたら同じようなことが起きれば、それはもうチャンス目として立証できるんじゃないかということで。そうですね、リコちゃん編やります。やってみましょう。はい、いけ、いきます。カモン、カモン。大丈夫、脇毛ちゃんと処理してきた。あ、してない。めちゃめちゃだよ。私の前回の記録ですね。もうすごいビッグだらけ。すごいすごい。やば。後ろにこれあるのやばいですね。プレッシャーになりますね。はい、プレッシャーを抱えながら反対側へ。はい。はい。じゃあリコちゃん、チャンス名をまず出しましょう。チャンス名出しましょう。はい。覚えておりますか？覚えてはいます。はい。まずチャンス名、ヒラリーリールブドウナナピエロです。はい、ブドウ 7P ですね、最初。まずそっから。あ、で、ポンポンにしよう。なんでもいいです。あ、久しぶりちょっと見えなくなってる。私、これぐらいは大丈夫ですよって言ってたから。私くらいでも行けますよ、これ。行きましょう。いや、なんか見たら、7見えなくなっちゃった。ほら。あ、7見えなくなっちゃった。ほら。プロの資格できないかもしれない。ちょっと。ワンちゃんだ、ワンちゃん。これ。そうです。それです。そうですよね。それを中段に。これを中段に。はい。おー、それです。で、中段にバーです。何バー？はい。おー、いいです。で、コツとしては、はい、一直線になるように7狙っちゃってください。7バー、な、うん。あ、なるほど。そうすると滑るんで。あ、そうですね。はい。そう。あ、出た！そうです。そうです。そうです。はい。おめでとうございます。7ゲーム出ましたね。おかしいでしょ、ね、どこ映してるんですか。いや、脇毛をちょっと。っああ、そうかそうか。はい。撮ってください。はいはいはい、撮りますよ。はい、7バー7。はい。これをセットしたのが7ゲーム。こっからですね、まあ一回、そうですね、一旦コイン抜きましょう。あ、そうか、私、この後コイン抜きました。コイン抜きましょう。はい、で、コイン抜いて、放置しましょう。放置。はい。で、放置している間に他の台を私はやっちゃうと。そうです。で、チャンス目入れとくと。はい。で、全部このハンキー何台ですか。まあ6台だけどできるのか。6台もできるかな、ちょっと心配だけど。一応3台にしときますか。多分長いと思うんで。確かに3台やってみて、うん、クレジットマックスでテカルかってことですね。そうです、そうです。はい、一応成功率 66% でしたね。でした。出していきます。まずはチャンス目、まずはチャンス目入れましょう。まずはチャンス目。あ、これしてみましょう。まあいい、そう、その名が鳴ってます。今日は入れる方です。惜しい。うわ、それビタ押しだったらビッグ確定だからね。え、本当ですか。その出目は、その第一リール7上段でしょ。はい。ビタ押しで7が止まってたらビッグ確定です。狙っていいってことですか。出せなかった目です。え？あ、本当ですか。うん。ね、あの、外して、外して。外して。で。テカルか。な。あー、違った。じゃあ滑ったんだ。ビタじゃなかった。え？違うの？うん。違いましたね。滑った7でしたね。そうですよね。あ、それも。これもだけど、ビタ押しだったら一角です。なんで出てきちゃうんだろう。違うよね、違うよね。はい、頑張れ。カメラ、カメラ違いますよ、今。変な場所落としましたよね、今。え、今私、夏気配で分かりましたからね。終わった、はい、素晴らしい。なんかこうやってそう、はい、毛のある方で。脇フェチいますからね、脇フェチは。その毛で本当に生えてるかもしれない。
ですからね、今日ね。そうですね、急遽。で、昨日の夜も眠くて、すぐ寝ちゃったんですよ。もうお風呂も適当に入って。ああ。そしてからの今日。汚れですね。え？汚れですね。そう、汚れ。汚れがすごい。汚れが。あ、ダメですよ、店長。見えないや。頑張れよ。頑張れ。やばい、もうなんかだって、ニコちゃんでも簡単にできるやつだっていうことでやってるのに、これ。近い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 って何ですか？顔が近くてリードが隠れちゃう。すいません。そう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 、胸を強調した。あれ、どこにある？何やってんですか？今すぐすぐそういうあるなしクイズ、あるなしクイズ、あるなしクイズやってる。あるからないかな、あるからないかな、あるからないかな、ない。負け気はあるけど、やめてやめて。集中しろ。はい、それだ、それだ。ほらほらほら、やった。これ来た。なんで、なんで。何がしたい？何がしたい？何がしたい？はい。お、いいよ。まあね、ナナじゃないよ。まあね、つったのに。せっかく出たのに。マジで見えない。49ゲーム勝ってます。もうここはもう触れないことにしなきゃ。チャンスまでチャンスまでチャンスが出ない。あ、それです。そう、7です。で、バーです。え、ちょっと店長、タイミング言ってください。え、タイミング、はい、はいって、はい、はい、はい、オッケー、はい、はい、やったやった。はい、2代目、3代目です。3代目デイズ・オブ・ブラザーズ。は？はです、あ、3代目と言ったら青いマリー。何ですかこれ。7知ってるよって方はコメントでお願いします。皆さんは知ってるんだろうな。あ、やばい、出た。それの下にいるな。それ、あ、それ、オッケー、オッケー、来た、はい、オッケー、はい、オッケー。3代目、3代目、9、はい、よし、やっとできた、よかった。いやいや、じゃあ2代目と3代目コイン抜いた。あ、忘れてた。何やってんだね、何やってたね。はい、はい、じゃあ1台目に戻ってください。戻りましょう。皆様、これが、はい、チャンス目と呼ばれるものです。覚えておいてください。7バー7、これチャンス目ね、はい、で目、コインを全て抜いて放置。これで、はい、50枚投入。50枚、はい、50枚マックス投入してください。 OK、視聴者様からは20ゲームでこの後、まあ、大体テカる確率が上がるというコメントがありましたが、一応クレジット満タンの50にしてうちはやらせていただきます。すごい。え、テストテカりすぎ。そう、私の腕じゃないかと今疑われております。うん、確かに、私も確かに疑ってはいるかな、はい、知らんけど。じゃあポンポンポンでいっちゃいますよ。うん、どうぞどうぞ。よっしゃ、いけー。リコのポンポンポン、ポン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 。私7から始めたから一応、うん、まあ、27だったら、コメントの通り、うん、20ゲーム以内ってことね。はいはいはい。あ、そうです、これ、これ個人的にはこれ狙っていきたいですよ。玉、え、玉7ですか、今の玉7ですよ。あ、そうなんですか。ええ、それがいいんですか。ガッポンガッポン行きたいってことですか。それですよ、それがいいんですか。これだったのは唯一狙えるの。な、何ゲームが始めたっけ。7です。7だったので20は回ってるのね。そうです、20は回ってるんです。 あ、よかったじゃん。500です。あ、ほんとだ、生き延びた、生き延びた。延命。まあまあまあ、はい、1枚1枚1枚コイン持って、はい、ラスト、3ゲーム構えます。ラスト、はい、ラスト、お、終わったじゃん。やばい、まだ延命。はい、ラストかな。はい、ラストですね、35ゲーム。はい、 あ、よかったじゃん。ブドウ、まだ延命し続ける。いいじゃん、いいじゃん。はい、終わった。解散、解散です。2代目、はい、2代目、まあ、次がありますから。店長も1代目は無理だった。そう、その通り。とりあえずこれで、これはあくまでもチャンス目だよっていうのを、その通りです。今皆さんにお見せしました。どこ映してるんですか。脇を中心に。おかしいですよ。脇フェチが多いんで今コメントにすごく多かった。え、ありました。50枚、すごいね。はい、クレジット50枚でやっていきましょう。いけ、いきます。55だ。ポンポンポン。
私が言うのが大事なんで。ああ、いい。ペカレバ、ペカレバいいんですよ。ペカレバね。そうそう、ゲームショーとかじゃない。チーボイ。チーボイ。ここにブドウが出ればいいから。ブドウ？最後、はい、まあここでペカレバまあ 33% と、まあそうですよね、うん、あ3台しかやってないから、そうそうそう、確率はちょっと高め、そうそうそう、まあ、チャンス目らしい確率です、そうそうそう、何も思ってない心が早く思ってませんまあ俺の引きが良かったから、いや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 、そう言われないように頑張ります、はい、けい10なんで29、はい、はい、やりましたね。肉。肉。あ、肉。あれ？何？九からスタート？お、九からスタート。どうだ、二十？二十。え、もうぴったりだ、やばい。万歳。万歳。ああ、いや、大丈夫。大丈夫。万歳でしたけど、大丈夫。え、すごいじゃないですか。よかった、よかった。29ですね。ぴったり、はい。視聴者様は、そうですね、およそ20ゲームぐらいでペカルと言っておりましたので。それ通りになりました。よっしゃー、はい、よかった、ギリギリ、ギリギリ、まあ、素人の方でも、まあ、33% の確率でペカールというのが立証されましたので、ぜひ皆さんやってみてください。はい、じゃあ最後気持ちよくビッグ揃えちゃってください。 私全部ビッグでした。確かに、ちなみに全部ビッグでしたね、はい、私ももちろん、うん、ビッグですよ。ほうほうほう、プレミアはないと。おー、なめき、なにゃにゃにゃ、頑張れ、ビッグ。これ本当ですか？再始動するかな再始動して、あま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 あ、いいでしょう、次は決まった、はい、はい、じゃあということでニコちゃん編でした。ニコ編でした、はい、ありがとうございました。はい、次回もお楽しみに、バイバーイ。バイバーイ。あー、大丈夫大丈夫、最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画がよかったらチャンネル登録と高評価、グッドボタン、ベルマークの通知をよろしくお願いします。上手素晴らしい、素晴らしいですね、いい感じ、君に言ってやったんだけど。